千葉市中央区二戸町にある月の木貝塚は、縄文時代中期から後期に形成された集落遺跡です。東西150メートル、南北200メートルに広がる馬蹄型の貝塚は、現在も良好な状態で残っているほか、出土した動物の骨は当時の生活を知る上で重要なものと評価されています。 月の木貝塚は1978年に国の史跡に指定されましたが地権者との調整などの面から貝塚内の一部は未指定の状態となっていました。今回、追加指定されるのは未指定の場所のうち貝塚の北東側およそ630平方メートルのエリアで国の文化審議会がきのう文部科学大臣に答申し 今後、官報の告示を経て正式に史跡に追加指定される見通しです。